それでは、始めさせていただきます。ピンクの悪魔カサコ VS お片付けマンモモ仁義なき対決。わありがとうございます。みんな優しい。このまま話していいですかね。塾長は皆さんご存知の通りブログのねページビューも月間35万とかすごい方じゃないですか。だけれども、今750名を超える片子塾の塾長ですけども、その陰で非道な仕打ちを繰り返してるわけですよ。こんなにジェントルな感じなのに、でここに打倒ピンクの悪魔を誓う塾生が一人おりまして、それが私大阪塾生の片付けマンモモです。よろしくお願いいたします。でですね、その非道な仕打ち、早速非道なんですけども、で今まで受けてきた非道な仕打ち、そういうんです。私片付けマンっていうくらいなので片付けのプロなんですけど、片付けをダメ出しされて、しかもチンスポの写真でお人のタイムラインとかメッセージに貼り付けてたりとか、あと勝手に漫才コンビを結成されてしまったり、全く不本意にとか、あとサハリンにね8月に行かれてたんですよね。サハリン行ってたんですけど、ちょうど暇な時間に時間潰しにももちんのメッセージの相手にしてるんですね。2時間ぐらい暇つぶしにね、時差調整でかね、日本に帰るちょっと時差を合わせるために2時間ぐらい起きてないとな。で、昼間じゃないんですよね、夜なんですよね。夜ですね、夜あれから1ヶ月ぐらい大変だったんですよ、睡眠時間が治らなくて。僕ね、ももちんがメッセージの相手してくれたおかげで、サハリンから帰って日本に帰ってきたら時差なく調整できました。ありがとうございます。とんでもないです。あと料理写真もダメ出しされるんですよ。そう、どこがダメなのかあんまりよく分かってないんですけど、すごいダメ出しされて、で Facebook のコメントでずっとダメ出しされてくるんですね。で私ボーダーを着るのが大好きなんですけど、これそう可愛いでしょ。ちょっと待ってもいいですか。今日先ほど僕全然気づかなかったんですけど、隣のブースにいる向こうにいる塾生から、なんだあのお持ちの格好は、ボーダーはいいと、その下になぜ縦のチェックを入れるんだ、縦と横を組み合わせるなんておかしいんじゃないかという、違う僕のツッコミじゃないですからね、向こうからの声が、あれどうぞ座ってください、もう恥探しはそのぐらいにしていただいたら、もうボーダーだけ見えるようにしていただければ。赤いスカートを着てきたのにはちゃんと意味があって、ごめんなさいね、ももちんさんね、リアルではあんまり面白くないんですけど、ネット上のコメントとかで書き込み名人なんですよ、結構面白いね。リアルではあんまり面白くないんですよ。これここだけに冷えてますよ。大丈夫ですか。とりあえず男性2名が笑ってくださって気をよくしてたんですけど、これ後ろの方全部引いてますから、ね、早く始めようと。こんな感じで因縁がたくさんあったわけです。で度重なる恨みを晴らすべく名古屋で勝負を挑むことになったんです。さあということで、ここまでがももちんが作ったスライドですね。ももちんね、こう見えて対決バトルをネット上でしてる時も僕にね、ちゃんとね、裏でメッセージをくれて、加速さん、ここまで書いてもいいですかとか、ちゃんとね、打ち合わせをちゃんとしてきて、今日のスライドも今日これでいいですかっていうスライドをもらってやってるんですけど、それだとやっぱガチの対決バトルにならないじゃないですか。で僕がね、昨日ちょっといろいろ入れ替えて作り替えたスライドが僕からあります。完全に不利で
ですよね、私ね。で、ももちんさんね、大阪の塾生で今年7月、6月に受けた方なんですけど、すべてはね、この写真から始まったんですね。これ僕がね、台湾で撮った珍スポットの写真で、非常に面白い。そしたらですね、この講義中にこの写真を見て途端に笑い出したんですね。で、初め笑い出したのは良かったんですけど、3分ぐらいね、止まらないんですよ、笑いが。だんだん他の塾生も、知らーみたいな、なんか講義の邪魔だよな、みたいな。ね、まず。で、あと椅子から落ちちゃってね、椅子から笑うほどの写真かっていうところがありますけど、でもね、はるかにね、笑い上げる写真をこちらということで用意したんですけど、ももちんがとんでもないことをしてくれましたね。せっかくこの写真を用意したのに、先に変わってしまったという。まさかの。先手ちょっと負けましたね、これね。でもね、まだこれだけじゃないですよ、笑える写真。ワンポイント選手です。ワンポイント選手。こんな写真もありますからね。これは何ですかね。ちょっと、これ、スライド変えすぎじゃないですか。何してんの。あとはね、もっとひどい実務的なことで言うと、この方ね、京都の塾フェスタの実行委員だったにもかかわらず、なんとね、遅刻をしてきたんですね。で、遅刻してきて、もう笠子さんごめんなさい、せっかくだからこのかぼちゃのスイーツをもらってくださいって言ったんですけど、数日前に僕ね、かぼちゃが嫌いっていうのを大々的にフェイスブックにコメントを書いていて、見てたんですよ。そこであえて、かぼちゃを持ってきて、いや僕嫌いですからいいです、他の人にあげてくださいって言ったら、いや私の気持ちですからもらってくださいって。違う、お詫びじゃない、気持ちなんですけど、あれは神戸のピアッコリーナサイっていうすごく美味しいスイーツの名店のお菓子だったんですよ。だからかぼちゃが嫌いって言っても少々入ってたぐらい美味しいんです。でもそれをやったけど、今ね、完全に盲人の言い分はおかしいというか感じるの、嫌いなものを名店関係ないよなっていうのはちょっと僕の勝利でしたね、これね。ちょっと次いきましょうね。あとボーダー服事件ということでね、これもなんかね、中学生かみたいな感じのね、あれですけど、ボーダーがね、好きらしいんですね。で、ボーダーを着ていた写真が貼っていたので、これに乗っかった毛玉女子さんがですね、私ボーダー着ています、そこに毛玉女子さんいますけど、なんとあざといことにこれをダミ出せされている時に、私ならこんなに着こなせるのよっていう、この綺麗な写真をね、さりげなく出してしまった。いや、ボーダーは美人なら合うかもしれないけどもね、もちはちょっとね、ちょっとお笑い路線かなっていうことになって。でもね、もう人別には、そうだ、それでボーダーは、いや、そんなことはないと、いや、もうボーダーは素晴らしい服なんだということで、ちょっと僕もちゃんと聞く耳を持とうと、やっぱり着ないうちから否定するのはおかしいということで、ちょっと買って着てみたんですけど、ちょっとやっぱおかしいですね。これ、ごめんなさいね。これ、ドラマになりますね。ももちんさんね、もう普通の服着るとちゃんとしてるんですよ。ちょっと顔にやけておかしいですけど、せっかくだからね、こういう着る、あとね、何気にね、ボーダーボーダーと言いながら、こんな素敵な写真を。ちゃうんです。ありがとうございます、皆さん。でも、よく見てください。これ、帯もボーダーだし、柄もボーダーなんです。ね、みんな死に、それはボーダーの定義と違うっていう言い方です。あとはね、有名な、これ、餃子並べていない事件ということで、これをね、自信満々に美味しいと言ってあげていて、写真にあげるんだったら、あの餃子さん、右側に空いてる隙間とか普通見て、もうちょっと並べるよなっていうのがあってですね、実はこの写真アップして僕がダメ出しした後、例えば鹿児島の笠子塾とか今あるんですけど、鹿児島の笠子塾に行くと、ももちんさん全然知らないんですけど、あの餃子の人面白いですよね、でもあの人お片付けの仕事してるんですよね。餃子の並べられない人がお片付けの仕事できるんですかって、鹿児島の塾生言ってました。ということで、お片付けの説明を。2名どなたですか。2名鹿児島の塾生が、そう、まあ、じゃあここからお持ちの作ったスライド、お片付けの話して。
はい、ここからどうぞ。ももちんが作ったスライドで、これからももちんのお片付け自慢が始まりますからね、本当に片付けられるのかというところに。まあちょっと早速ペースを乱されてしまって、まあ、勝負は勝てる土俵でするというのが基本ですよね。その勝てる土俵に持っていったこのピンクの後の手腕、まずはそこを褒めましょう。片付けのチェックポイントにぜひね。で、まあ、このピンクの悪魔さんの片付け状況を分析する前に、ピンクの悪魔さんの片付けは捨てる名人っていうチラシに載ってたのをちょっとね入れようと思ってたんですが、まずはチェックするポイントっていうのを皆さんと解説、皆さんと共有できたらいいなと思いますので、ちょっとチェックポイントを解説したいと思います。はい、5分でわかる人生が好転する片付け術。片付けの前に餃子を並べろっていう話もしますけど、まあ、とりあえず聞いてみましょうか。餃子並べなくても味変わらないからいいんですか。餃子の片付け、まあ、ちょっとずつ片付けですね。はい、ですね、まず片付けっていうのは部屋を美しくすることとか綺麗にすることだと一般的には言われてますが、もっと突っ込んで言うと仕組み作りだと思っております。で、特に今日来られてる皆様は片子塾、好きを仕事にする片チョコ塾にいらっしゃってるので、好きを仕事にしたいなって思ってらっしゃったり、好きを仕事にしてる方が多い、それでしたら特に好きなことをして生きるために暮らしの土台を整えて、そうしていったら時間、空間、心の余裕を作ることができる、そのために片付けるという。ここからね、しばらくちょっと笑いはないので真面目な話なので、温かく見守ってあげてください。真面目に片付けについて語るそうですね。で、まあ、好きを仕事にしたい女性が片付けすべき理由は3つあってありがとうございます、ね。まず家事と仕事の負担が軽くなる。あと2、日常生活のロスが減る。3、決断力と自尊心が高まるという効果があると思ってまして、まあ、1は本当に基本的に物が減ると家事と仕事の負担は軽くなります。だいたい探し物してたりとか、あ、これ必要なものが必要なところにないとか探すっていうことで仕事の負担が重くなってしまったり、非常に時間がかかってしまったりね、することになりますが、物を捨てていって減らしていって適切な場所に配置し直すとそれがなくなります。で、その次に、で、さっき言った、探し物をする時間っていうのもすごくロスなわけですよ。で、日常生活で、まあ、片付けてない状況、探し物をしてしまったり、物がたくさんあったり、壺面積が埋まってるほど物があったりすると、非常に日常生活でロスが生じてきます。そのロスっていうのはお金のロスでもあるし、探し物をする時間のロスでもありますし、で、あとはですね、すごく女性の方だったらあるあるだと思うんですけど、家が散らかっていて、ちょっとうちでお茶してけえへんとか言ったら呼んであげれない、ちょっと待ってって、半日待ってって言ってから人を呼ぶってなったらさっと呼べないわけですよね。それがすごく機会のロスになってます。これが独身女性だったら大変ですよ、大変ですよ。部屋散らかってたら、ちょっと寄ってかないとか、ちょっとコーヒーうちで飲んでかないって言ったら、そのままあれじゃないですか、落ち込めるわけですけど、それができないわけですよ。そう、だから機会を逃さないために苦手ようです。で3の決断力と自尊心が高まる。で、片付けで必要なのは、すいませんね、寂しい思い出です物を必要なものをピックアップしていて、あとは捨てるっていう、もうすごい単純なシンプルなやり方なんですけど、それをしていくっていうことで、選ぶっていうことの
判断力がついていきます。で、好きを仕事にする女性っていうことは、要は自分で仕事を起こすっていうことは、いろんな決断をしていかなきゃいけないわけですね。だけど、その重要な決断をする機会っていうのは結構あるんですよ。だけど、それがすでに片付けをしてると、もう毎日選んでる、毎日じゃなくてもいいんですけど、もうすでに自分のものを選んでるっていうことで、決断力が鍛えられるわけですよね。で、基本的にその決断する機会というか、機会じゃない、判断基準。5分経ったんじゃないですかね。5分、5分で片付け大丈夫ですか。ちょっと延長しましょう。面白かしく、ね、自分の好きなものと必要なものに囲まれてたら、自分の選んだものってなかなかじゃんって気分よく過ごせるわけです。で、自尊心が高まってくるわけです。で、すごい好きを仕事にするっていう女性って、自分で自分を大事にするっていうことがもうベースになってくると思うから、とっても大事。以上。はい。で、言ってるんですけど、何のために片付けるのかを明確にする。に家全部を片付ける、片付けて大事なことは2つだけです。さっき佐藤桃代さんのワークショップさせていただいてたんですけども、何が自分の理想かっていうのを知っておくっていうことは片付けでは非常に大事です。で、その後家全部片付ける、自分が管轄しているものを全て片付けるっていうことが非常に大事になってきます。これは片付けても片付けてもリバウンドするっていう原因の一つが、だからダイエットしてもなんか断食とかと似てるんですけど、そこまで登らないとキープできないところっていうのがあって、体重の適正量となんか日常生活のバランスっていうのが取れるっていうのが初めて家全部を片付ける可能になります。で、その次で片付けてやることも2つだけ、残すものを選んで、あとは捨てる。さっき言ってた、もう厳選してあとは捨てるっていう方がはるかに早いです。一個一個、これが人気の本なんですけど、それが悪いわけじゃないんですけど、これがときめくかな、どうかなって探していって、それをやっていくと絶対疲れてしまって、服か本かなんかやり終わったところで挫折するんです。だから残すものを選んで、あとは捨てるっていうなんかやり方が非常に早いのでおすすめです。で、あとは物が置きたい場所、定位置収納を作るということですね。で、ようやく戻ってきました。ピンクの悪魔がこれまで捨ててきたもの、この停滞した説明からここから面白く盛り上がることができるんでしょうか。それから大丈夫ですか。みんな静まり返ってますけど、静まりか、真剣に聞いてくださってるんですよね。はい、じゃあここからね、この人が捨ててきたものをご覧ください。愛読書でしょ。で、アイデンティティっていうか、もうミスチルの CD ですよね。僕はグリーンサーガという連続した小説が大好きで、今で130何巻まで出てるんです。まだ未完なんですけど、それ僕3回ぐらい読み直してるんですけど、全部捨てました。もう読み返したいっていう気持ちはあるんだけども、結局読み返したいと言いつつ、いつも片付けをするために、あ、これまた読み返すから取っとこうっていうのを8年ぐらい繰り返してて、あれ考えてみたらもう読んでないよなと思って、読みたいんだったら捨てて、またね、読みたくなったら買えばいいじゃんということで、その152冊捨てたらスペースが余る余る、今まで見ない本のためにどれだけ取ってたんだっていうね、そういうものとかね。8年間悩んでたんですか。僕ね、8年間の引っ越し4回繰り返してたので、引っ越しのためにわざわざグリーンサーガーを152冊を詰めて、また並べて見ないためにその作業をしてて、それはちょっと悩みすぎでしたね。悩みすぎちょっと上級者とかすごく、ああ、やるな、すごいなって思ってたんで、ちょっとあれですね。あ、上級者じゃなくなってしまって。でも、なんかミスチルの CD も処分されたんですね。あ、そうですね。ミスチル大好きで、ファンクラブに2口入ってて、毎回ライブに行って、ライブレポート頼まれもしないのに1万字ぐらい、もうすぐ書いてるぐらいなんですけど、CD ね、全部捨てたんですね。これはすごい。パソコンにデータ上としてね、携帯音楽プレイヤーに取り入れて、まあ消えることはないし、万が一消えたら、まあまた借り、ね、レンタル屋さんもあるし、ね、今まで消えたことないしと思って、でも CD という物体を持ってても、そんなに歌詞カード 見直すかって言ったら、まあ見直さない
でもそのミスチルのね CD とかどん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 増えていくので、これ捨てちゃってもいいよな、うん、これすごいです。なかなかコレクターズアイテムとか好きなものって必要がないって分かってたらね捨てられないです。でもそのぜひね捨ててくださいね。いやいや、すごく大事なものだったら捨てる必要はないですから話しで、次からすごくなってきますよ。安定した上場の企業での仕事、就職なさってた仕事を捨てた。ああ、まあね、社内勤に勤めてましたので捨てたというよりは正しい道に戻ったということだと思います。確かにアイフルというサラ金は当時も上場企業で非常に素晴らしい、非常に素晴らしいかとかちょっと問題ですけど問題も起こしました企業ですけども、まあね、やっぱ好きを仕事にしようということで給料が100万円下がって、年収100万下がったんですけど、サラ金から編集プロダクションに移ったというですね。でもさらに数年後にはその編集プロの仕事も捨てられた。僕ね、会社員をしながら個人で仕事をするパラレルキャリアというのが一番いいと思ってたんですね。安定して給料ももらえるし、その傍ら個人で好きなことやってたらそっちはガツガツして働かなくていいしと思ってたんですけど、4年前に編プロの社長と喧嘩してしまいまして、喧嘩して辞めるとか言ってたから、別に捨てたわけじゃなくて捨てられたわけじゃないけど、もしかしたら嬉しいかもしれない。そろそろ上級者の働きがヤバくなってきた感じですけど、でも次はすごいですよね。現在進行形で電話してくる方とはお取引しないということを決めてらっしゃるんですよね。捨ててるというか買わないというか、電話に一切出ないんですね。年間数百万ぐらい、いただいている会社さんの電話も出ない。でも電話出ないとメールが来てくれるので、メールで返そうと、電話は嫌だと、で電話は嫌だって言って、ライターのくせに生意気なんと、取引先で数百万も年間仕事やってるのに電話出ないとは何事かって言ったら消えていった会社さんもいっぱいありますけど、もうそれはどっちかというと捨てるのか捨てられたのかみたいな話ですけど、でも逆にそれによって自分もそういう取引の合わない、働き方として合わない会社さんを切っていくことによって、自分の働きやすい環境を手に入れているという形ですね。ちょっとこのオチは予想してなかったんですけど、本当に捨てられる上級者ということですか？これはもしかしてももちんの想定では、想定外、笠子さんは捨てる上級者っていう予定でこれを作ってきたのに、8年間も迷ってきたとか、捨てたんじゃなくて捨てられたということが分かってしまって、根底から覆ってしまった。ちょっとここそんなちょっと上級者向けの話がちょっと飛ばすので、でもそんなことはいっぱい、もう結果が物語ってるわけですよ。ただ子さんの凄さはね、ちゃんと尊敬してますから、こう見えて。あ、そうですか、それありがとうございます。こう見えて尊敬申し上げてます。やったよ、飛びよ。ごめんなさいね、面白いことを言おうとすると必ず滑る方なんですが、普通に過ぎしてた方が面白いんですよ、きっとね。でも喋ってたらね、コメントだったらまだ面白いんですね。そうね、コメントはね、面白い絵文字とか使えるから少しね、できるんですけど、絵文字とかはね、喋りでは使えないですからね。絵文字スライドに頑張って入れてたの全部削除されました。そう、スライド作ってきたんですけど、絵文字が多くって見にくくったらあれはしないので、昨日で僕前日の準備でね、全部絵文字カットしてしまいましたね。そのショックな状況を私の毛玉姫から情報をいただいて、そう、毛玉姫がね、通告をしてですね、笠子さんがももちんのスライドをいじって削ってるのよって。片付けの話は、そんな感じですけど、ご尊敬申し上げてる片方塾です。いろんな物事というか、基本的に心も整理されていくっていうのが、ね、片付けのいいところですよね。物を選んで捨てていくっていうことは。でもこの順番っていうのが、まず自分がいる環境っていうのを片付けていって、
その次に情報っていうのが自然と整理されてきます。でその次に思考感情が整理されてくると人生が好転してくるという、あ、なんか今日のタイトルにつながりましたね。あの情報を、ね、整理する捨てるってことも非常に重要で、僕はの編集者という仕事をしてるんですね。で編集者って何をするかっていうと、情報の取捨選択をしていらないものをどんどん削除して面白いものだけを抜き出していくっていう作業をしてるので、そういう意味で物の整理も大事ですけども、やっぱ情報の整理、今本当にねネットでいろんな情報が入ってきてしまうので、これはいるのかいらないのかっていう判断を瞬時にしていただくと。でそういう意味ではね、今度この午後のナマズさんっていう対談やるんですけど、ナマズさんが僕のことをですね、笠子さんは聞いた話を瞬時にブログにネタにできる、ブログネタにできない、それで聞き流すかちゃんと聞くかを聞き分けてるっていうことで、だから情報もね、こうだからもう家の話とかほとんどこう捨てはすやね、ないらない感じになる、あ、ボーダーだけはネタになるかなそういう感じで情報もね、捨てる、捨てないっていうのね。結構リアルで話すと聞かないですもんね。聞いてくださらないですよね。そう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 。つまらない話が多いのね。右から左になるんですね。でもまあそんな風にどうしてそんなに笠子塾長は捨てるのかというと、これは2010年もうそのすでにその時から片付けにハマってたようですが、なんでそんなに捨てるのかというと、生きていく上で本当に必要なものなんてそう多くはない。不要なものの呪縛から解かれたとき、人は自分にとって何が必要かを見極めることができるんじゃないだろうか。ぜひ皆さんも聖域なき自分整理をしてみてください。部屋がすっきりすると心と頭もすっきりします、ということを2010年の9月12日のブログに書かれてました。本当のことよく見つけてましたね。はい、こんなこと言ってたんだ。そっか、はい、どうぞ。はい、はい、でもそんな塾長ですが、実はあんまり収納が上手じゃないのだろうかという推測をしております。カッコ推測。あ、顔文字出てきた。よかった、消されなかった。まず、机周りの写真くださいって言ったら、いいですよ、みたいな感じで言ってたのに、結局くれなかったんですよ。で、その次に、手帳が死ぬほど汚い。すごく汚いんです。これはね、いいんですよね。皆さん見たかもしれないですけど、僕の、ね、自分が読めればそれでいいんですよね。人に読ませる必要もない、うん、はい、でも、そのくせ仕事が早くて、あ、まあね、手帳が汚い人は生理が苦手というデータ、かっこ桃調べがあるんですよですが、その、だから本当は綺麗に並べたりとかそういうのが苦手なんじゃないのって推測は立てられます。しかし、ちょっと物証がないので根拠はありませんでもそのくせ仕事が早くて性格という謎以上。あと1分です。あと1分、はい、あと1分です。この話をどうまとめてるのか今日こんなにお客さん、はい、こんなに入ってるのなかなかないですけど、あ、ですね、はい、あ、片付けの順序とかごめんなさい、ごめんなさいあれを、名古屋ベスター記念プレゼントということで、お友達でつながっていただいた方にウェブ片付け相談で配布させていただいてます。シンプル片付け簡単の進め方を、データ差し上げますので、よかったら皆さん年末までに片付けましょうということで、はい、そしてね、この最後にちょっと言っときますけど、今ね、お片付けの資格結構流行ってて、お片付けを仕事にする人いるんですけど、この人ね、無資格なんです。一切それ片付けの仕事を持ってない資格にもかかわらず、口コミでね、めっちゃ入ってきてるんですよ。だからね、もう僕が言ったように資格も捨てて、やっぱり実務的にやっぱできる人を片付け選んでいただいて、これから大掃除の時期ですので、お餅に餃子は並べられないですけど大掃除はできますから、ぜひ一家に一台のお餅を、正確に言うと掃除じゃなくて片付けですからね。あ、そうかそうか、掃除と片付けが違いますね。ちょっと違う、はい、そんな感じで、そんな感じでいいですかね。で私の勝利だと思う人ユッキー、ありがとうございます。ごめんなさいね、こんなグダグダになってしまったら、初めの、ね、5分くらいのスライドで終わらせていき
には良かったと思うんですけど、一応ね、出店料払ってお片付けの宣伝をしたいというのも趣旨になりまして、あのこちらの方は削れなかったんですが、温かい目 で、 ネット上のコメント欄は本当に面白いので、リアルはつまんないですけど、これからも温かく見守りを持ってやってください。あの今日はね、どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。